こんにちは、ビーハイヤー株式会社の松村です。今回も業界のニュースをお伝えしてまいります。中国初の名探偵コナン公式アプリゲームが配信開始ということで、こちらですね、サイバードさんという会社が、コナンのですね、版権を使ってゲーム開発結構専門的に行っておりまして、今回ですね、国内向けを今までメインにしていたんですけれども、中国市場にもですね、ゲームをリリースしたということでニュースでございます。中国市場ですね、やはり人口も全然日本よりも多いですし、スマホもですね、課金率であったりユーザー層っていうのは違ってくるんですけれども、根本的な母数がまず全然違いますので、将来的なことを考えた時にですね、中国市場に足がかりを持っている会社さんっていうのは非常に強みを発揮していくのではないかと、今後の展開としては思いますので、このコナンのアプリに関してもですね、どこまで、受け入れられるのかというところですね、非常に楽しみな部分でございます。今後もですね、ちょっとこういった情報は配信していければと思っております。弊社もですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の求人サイトということで、様々な、海外展開も考えている会社さんの求人も含め、掲載ございます。今回のサイバードさんもですね、今 2DCG のデザイナー募集しております。例えば、コナンのですね、イラストを実際に、テイストに似せて書くというような仕事もですね、ございますので、そういったですね、お仕事に関して、仕事をつきたいと考えている方がいらっしゃいましたら、一度ライクジョブも検索していただいて、サイバードも見てみていただけるとですね、良いかと思います。今後もニュース情報、求人情報を配信してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。